ベッチカルバーリョ、ベッチカルバーリョ、BP、エリザベスサントスリールでカルバーリョエリザベッチ、サントスレアウジカルバーリョ、1946年5月5日体は、ブラジルリオデジャネイロ出身のサンバ歌手の一人。なお、ベッチとは、エリザベッチ、英語読み、エリザベスを略した愛称。ベッチは富裕層出身の白人の女性でありながら、 貧しい黒人のサンバを世に広めた人物として知られる。また80年代には、フンドジ・キンタルや、そのメンバーだった、ジョルジア・アラガウン、アルミエル・ギネト、サンブリニア、ソンブリーニャ、アルリンド・クルスなどを人々に紹介し、今日のサンバ・パゴージを築いた功労者である。また、サンバといえばリオだけのもの、という固定観念を覆すかのごとく、90年代以降は、 サンパウロのサンバ、さらに2007年には、バインヤのサンバなども取り上げて、そのフィールドで活躍する、隠れたムージーコ、ムジコ、ミュージシャンを発掘し、また多くの人々に紹介している。したがって、今もなおベッチの名前は、サンバ界における、重要人物の一人として、サワの人々の尊敬を集めている。ベッチは、ボタフォゴのトルシーだとして知られ、またの支持者と言われる。 また、ウェッチは、ブラジルだけでなく、リスボンやパリ、アテネ、ベルリン、そして、マイアミやサンフランシスコなどでも公演している。彼女の多くのオリジナルアルバムは、誰かに捧げられたものであり、彼女のサインと共にそのことが記されている。彼女は、父、ジュオ・フランシスコ・リール・デ・カルバーリョ、ジョアン・フランシスコ・レアウジ・カルバーリョと、母、 マリア・ネア・サントス・リール・でカルバーリョ、マリア・ナ・イル、サントス・レアウジ・カルバーリョの娘として、ゾナ・ノルチ、北部のガンボア地区の山陰で生まれ、ラランジェイラス地区で育った。姉妹に、ミニア・サントス・リール・でカルバーリョ、バニア・サントスがイ。また、彼女自身には一人娘であるルナ・ルアーナがいる。ベッチが育った家庭には、音楽が、いつも流れていた。彼女の祖母です。 レセウモ・バンドリンとビオラウン、ナイロンゲンのクラシックギターを演奏するほか、母もクラシックのピアノを演奏していた。また、父は弁護士であったが、元はボヘミアンであったことから、著名な歌手であるシルビオ・カルダスとは、旧知の中で、彼女の誕生日によく家賞を開いていたという。またその関係から国民的大歌手のエリゼッチカル・ドーゾや、アラシジ・アルメーダなどの歌を聴いて育ち、 また知り合いになっていった。また父親は、ウルカの丘にあるカザブランカや、ナイトデイというクラブにも、彼女を連れて行ったことから、それらの店の女主人である、ババアおばさんとも知り合いになり、様々な歌手の書を見せてもらったという。また父親は、彼女を、エスコーラジサンバ、以下エスコーラの演奏を、練習、リハーサルによく連れて行った。彼女は早くも7歳にして、 ラジオに出演したというエピソードも伝えられている。また一方では、彼女は母により、バレリーナとして、レッスンに通ったり、音楽学校に通って、ビオラウン、ブラジルではギターをこう呼ぶを習ったりした。この頃にはレコードをかけながら、ジョアン・ジルベルトのモノマネなどもやっていたという。彼女は十代になると、学生間のコンサートなどで当時流行っていたボサノバを、歌うようになった。 つまりブッチは当初サンバではなくボサノバの歌手として活動を開始した。ただし、これはごく当然の成り行きである。当時は白人が歌うサンバンサウンもあったが、サンバ自体が多く黒人に由来の音楽であるのに対し、ボサノバは中流過程の若者によって作られたのであったためで、ある。彼女は成長すると、カトリック大学プックに進学し、国際関係学や、 心理学を専攻する傍ら、1965年に、RCA レーベルから、マリオジ・カストロアタイジ作、ナモリンホ、ナモリーニョ・ホベルト・メネスカル&、ホナルド・ボスコリ作、ポー・ゲーム・モル・デア・モール、愛に死ぬ者によってがカップリングされた、デオーダード編曲による、シングル版でデビューする。翌年1966年には、オスガトスの、アケレイ・ソム・ド・スガトスに、 コーラスで参加。またこの時期には、黒人系のサンバにも関わるようになり、ネルソン・サルジェントや、ノカダ、ポルテーラとイ、エスコーラ系、サンビスタのショーなどにも参加するようになった。1967年、コンジュント 3D のアルバム、ムイト・エヌ・エヌ・オンダに参加した。これは、彼女の歌を大きくフィーチャーしたもので、日本版も再発売されている。1968年には、 彼女は EMI オデオン専属のソロ歌手として独立し、その音楽活動が決定的なものとなった。同年ではブラジルで次々と歌謡祭やフェスティバルがブラジルで多く開かれた。当時ムジーカのさ、ムジカのさ、僕らの音楽と呼ばれるブラジル独自のアコースティックサウンドに回帰しようというムーブメントがジャーナリストアルマンド演ッキによって提唱され、 一般沼にあるサンタホーザ劇場で、ムジカノッサオーソムイーオーテンポ、ムジカノッサ、オンとテンポというショーが行われたが、これが録音され、レコードで発売された。またラニーロカイイミアンドエジムンドオソートアンド、パウリーニョタパジョス共作の曲、アンドニュザ、アンダンサ、アユミ、奇跡を第3回国際歌謡祭でエントリーして歌い、これが3位を獲得。これが、観客に受けて、 コーラスグループのゴールデンボーイズをゲストに迎えて、録音、翌1969年に同タイトルのアルバムを発売し、TV グロボに出演。その後も TV エクセルシオール、TV レコード、TV 月といったテレビ局の番組に出演し、黒人サンビスタのネルソン・サルジェントと仕事するようになった。この頃には、家族で地中家畜へと引っ越したため、 次第に黒人のサンバに傾倒していく。なお、彼女が最初に出した69年のアルバムは、まだサンバは歌っていないが、1973年のカントポー・ユエム・ノのボジアでは、多くの黒人サンビスタの曲を取り上げ、すでに現在のサンバ歌手としての別地を買いまみることができる。まず家から近かったサルゲーロのコミュニティを手始めに、や、マンゲーラにも出入りするようになり、 ネルソン・カバキー・ニョー氏としてサンバを教わった。そんな中に1976年に RCA に遺跡後に出したムンド・メイヤー、放題、素晴らしき世界が大ヒット。黒人サンバが広く受け入れられるようになった。この作品は78年に日本でも発売され、後に CD でも再発されている。また、カシー記事、ハモス、 ハモスの州長というブロコカルナバレスコにも足しげく、通い、一緒に、カーニバルのパレードに出たりしていた。このことから、当時カシー・キジ・ハモスにあったコンジュンと、フンドジ・キンタルや、そのメンバーだったジョルジア・アラガンやアルミール・ギネトなどと、知り合う。サンバには、リオのカーニバルのような年一度に開く、大規模なものと対照的に、庶民の家の裏庭で、 ホームパーティーを開いて歌われるものがある。これはパゴで、パゴージといい、カーニバルに対して日常的なサンバであることから、普段着のサンバなどとも言われる。そして、このパゴージを演奏していたグループが、フンドジキンタルであった。ベッチは1978年、デピー、農場で、まだ無名に近かったジョルジア・ラガウンの曲を、初めて紹介。以降の作品でも、そうした。 新進気鋭のサンビスタの作品を歌うようになり、また彼女のショーのバックミュージシャンとして、彼らを多く起用し、世の中に広く紹介した。しかし同年には、フナルジ、ブラジル文部省付属芸術振興基金のホールで、ネルソン・カワキーニを称えるコンサートが開かれ、彼と共に出演している。これは後に、ライブイン・マラヤウン劇場として1995年に、日本国内で発売され、 ベッチ自身もコメントを寄せている。したがって、ベッチは、伝統的、古典的なサンバを根底にしつつ、新しいサンバの息吹であったパゴージにも目を向けている、ことは特筆すべき点である。ベッチがサンバパゴージを世に広めた功績は、計り知れないが、これにより多くの渦もれた才能のある、サンビスタが、次々とデビューし、また売れるようになった。90年代には、パゴージは、 コマンチコ、ロマンティックなバラードなどを取り入れるなど変化し多くのパゴージバンドが登場したが、その源流はベッチにあると言っても過言ではない。またソンブリーニャやアルリンド・クルス、ゼカ・パゴジーニョ、キンテ帝トエンブランコ・イプレトなどを常にサポートしている。ベッチは長年マンゲーラを愛し、マンゲーラ主催のショーでは毎回出演、リオのカルナバルでも、ほぼ毎回、ダシの上に乗ったり、 一緒にパレードするなど、密月が続いていた。しかし、2007年のカルナバルにおいて、マンゲーラの出汁の上に乗ろうとしたところ、一人のディレクターから拒否されてしまい、長年にわたって参加してきたカルナバルに出られなくなるという事件が起こった。ベッチ側は、正式に出場要請を受けたと主張し、マンゲーラの役員たちに謝罪を要求。これに対しマンゲーラのプレジデンチ、 総代表であるペルシバルピレスは、別地に心からのキスを送る。マンゲーラはあなたを敬愛している。どうか、マンゲーラと対立しないでください。マンゲーラは対立したくない。別地に出演を要請しますとのコメントを発表したが、正式な謝罪については拒否した。このことは、カルナバルの生中継でも放送され、メディアでも大きく報道されることになった。 このことから2008年のカルナバルでは、彼女はカルトーラを称える。なお、カルトーラはマンゲーラの創立者であるビラドロの要請を受けた。別地はすべての人々にとって素晴らしいカルナバルでありますように。また、マンゲーラが優勝して、ビラドーロが2位になるよう祈っていると、コメント、さらに、私はマンゲーラを去ったんじゃないわ。私は死ぬまでマンゲーラよ。 どんなに良くしてもらってもパレードに参加することはないけれども許してほしいとコメントし、ビラドロのパレードに出場した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。